調査隊。視聴者からの疑問や悩みを調査するモンスケ調査隊です。夏休みに入り、今日は6歳の男の子から寄せられたこんな疑問です。札幌市内に住む小林奏人くん6歳からの依頼。マンゴーの落ち物の駅だけなんでホームが3つあるんですか？教えてください。なぜ南郷7丁目駅だけホームが3つあるのか。そもそもホームが3つとはどういうことなのか。まずは南郷7丁目駅に直行した。一見ホームは2つのように見えるが、よく見ると右側にももう一つホームが。札幌市営地下鉄のホームの大部分は両側に線路がある島式か、真ん中に線路がある相対式のどちらか。しかし南郷7丁目駅だけは両サイドに線路がある上、真ん中にも線路がある。つまりホームが3つあるという形になっているのだ。え、ここもホームじゃないかって？さすがの観察力。しかし実際に行ってみるとホームドアがなく電車に乗れない。だからホームは3つなのだ。どうだろう、あまり意識したことなかったですね。なんだろう、人が多いからこういう風になってんのか。新しい車両を入れたりとかってするのがここだったっていう話も聞いたことがある。古い駅だからですか？折り返しができない時代にここでなんかやってたのかなみたいな。しばらくホームを張り込んでみると両側の線路には電車が入ってくるが、真ん中の線路には全然電車が来ない。一体どういうことなのか。その真相を解き明かすべく札幌市交通局を直撃した。はい、それは朝の南郷7丁目駅に行かれると分かると思います。早朝のホームに一体何があるのか。南郷7丁目駅のシャッターが開くと同時にホームに駆け込んだ。そこにあったものとは。なんと使われていないはずの真ん中の線路に電車が止まっているではないか。6時0分の始発列車を発車させるために今は毎日使っています。両サイドのホームは営業終了後メンテナンスなどを行う際には使用する必要がございます。そのために真ん中のホームに前の日の夜から電車を止めております。札幌市営地下鉄の始発電車が出発する駅は南郷7丁目以外は全て一番端の駅。なぜ南郷7丁目駅だけわざわざ3つ目のホームを作ってまで途中から始発電車を出発させるのか。地下鉄東西線は白石駅がもともと終点でした。1982年、新札幌駅まで延長されております。この時に、白石駅の始発列車をご利用のお客様もかなり多かったものですから、南郷7丁目駅からの始発列車を設定しております。札幌に地下鉄が誕生したのはちょうど50年前の1971年。雪や寒さに左右されない公共交通機関として南北線の北24条駅と真駒内駅の間でスタート。2ヶ月後に札幌オリンピックも開かれ札幌の街も拡大を始めた。これに合わせ1976年に東西線の琴似と白石の間が開業。その後新札幌まで延長。しかしこの時に新たな問題が発生した。新札幌駅から大通駅まで約19分ほど所要時間がかかります。非常に長いものですから、ちょうど間の南郷7丁目駅に始発列車をもう1本発車させることにしました。東西線が新札幌駅まで伸びたことでこれまで始発駅だった白石駅の始発の出発時刻が11分も遅くなる。そこで延伸前の利用者の始発が遅くならないよう南郷7丁目駅の始発電車が生まれたのだ。
これは始発駅から大通駅までの所要時間、新札幌がいかに遠いかがわかる。そこで白石の早朝の足を支えるため誕生したのが南郷七丁目駅発の始発電車だった。いや、最高にいいと思いますよ。私は仕事してるので助かります。今まで働いてて本来なら18丁目から乗るはずだったんですけど、あ、始発あるんだと思って、家にももう10分ぐらい早く着くんで、早めに出勤しないとならないっていうか、6時にあるだろうって言われて、いいんだか悪いんだか分かりませんね。では調査結果は、地下鉄南郷七丁目駅にだけ3つのホームがあるのは始発電車を増やすため、つまり札幌の街を成長に対応するためだったんですね。知らなかった。実は4年間南郷七丁目最寄り駅として私使ってたんですけども、で真ん中になんでかなと思いつつも、駅員さんにそれ聞くのちょっと恥ずかしかったので、かなと君のおかげで今日分かりました。ありがとうございました。ありがとうございます。そうだったんだ。歴史に深く関わりあるんですね。そういうことなんですね。10分遅れてしまうために、そこを無視せずにこうホームを作ったっていう、なんかこう温かさ優しさを感じられますけど、ちょっとねもったいない気がしますね。1日1本しか使わないっていうのは、うん、もったいない。なんかせっかくしっかりした設備なのに有効活用できるんじゃないかというご意見ということですね。ちょっともったいない気がしますけど、でも理由を知るとね、すごい温かい気持ちになる、こんな疑問でございました。かなと君、満足してもらえたかな。ちなみになんですけど、南郷七丁目駅にはもう一つ不思議があって、はい、3番ホームがありません。そう、はい、124。そうなんです。これは奇数を新札幌方面、偶数を宮の沢方面と分けたためで、中でも2番ホームは始発列車専用になっています。はあ、というね。そうか、確かに考えてみれば意外と新札幌方面だから3はいらないんだ。そういう 1だけで足りるってことですね。そういうことなんですね。なるほどね。こんな意外と身の回りに疑問はあるものなんですね。、はい、お子さんからの疑問も大募集しています。暮らしの中で感じた疑問や悩みを HBC の情報提供窓口モンスケ調査隊までお寄せください。画面の QR コードから友達登録をお願いします。皆さんのご参加お待ちしています。